てんチャンネルへようこそ。今回は部分矯正と呼ばれる分野について実際どうなのか、メリットデメリットについてお話していきますので、興味のある方はぜひ最後までご覧ください。また歯に関する面白い動画もたくさんアップしていますので、チャンネル登録よろしくお願いします。整歯の抜き打ちチェック動画も投稿されているので、よかったら見てみてください。部分矯正という言葉をね、聞いたことある方非常に多いと思うんですけど、実際にですね、部分矯正やってるよっていう方もねたくさんいますし、でもそれは私部分矯正なんですっていちいちね大々的に言う方はあんまりいらっしゃらなくて、矯正してるよぐらいな会話しかしないと思うんですね。実際装置がどういうふうについてるかとかはもう口の中そんなしっかり見ることないと思うので、矯正してる、それが部分矯正なのか、はたまたこう全部全額矯正っていうんですけど装置を全部つけてやる矯正なのかはパッと見全然わからないです。僕らもパッと見てあなた部分矯正ですねってねなかなかわからないです。じゃあですね、こう部分矯正とこの全額矯正の大きな違い、一番の違いは一つは装置をまず全部の歯につけるかつけないか、これに尽きると思います。全部の歯、要するに奥歯までしっかり全部装置つけて動かす矯正をするのか、それとも前歯だけつけて動かすのか、これが全てです。皆さんね、部分矯正で自分は絶対やりたい、自分は全額矯正でやりたい、意思を持って来られる方ならもう非常にねこちらとしても話がしやすいんですけど、自分はどっちが適してますかっていうパターンが非常に多いです。絶対あなたは全額矯正じゃなきゃダメとかね、絶対部分矯正じゃなきゃダメっていうのは先生と話してみて決めることが多いです。そこでですね、部分矯正というのはまずは先ほど言った装置をですね、基本的に前歯、これもね何本つけるかとかいうのはクリニックによって全然変わります。費用も全然違います。部分矯正ってどうですか？全部の歯につけないんで痛みちょっと少ないのかなって、そういうのもねもちろんありまして、部分矯正ってやっぱりこう前歯につけるので痛みっていう点に関しても多少やっぱり全部につけるよりかは弱まるというか、装置が多ければ多いほど動かす歯もたくさんになるので、その分ね痛い歯が増えるので少ない方が痛くなさそうなんですけど、どうですか？どっちでやりたいとかあります？もし自分が歯並び悪かったら、もしすごい歯並びが悪くて全額じゃないと治せないなら仕方ないかなと思いますけど、部分で治せる範囲なのであればもちろん部分がいいですよね。ほんとその通りで、その人の歯並びによってゴール地点が違うので、それに合わせて矯正するんですけど、部分矯正は先ほど言ったように、つける範囲が少ない、例えば前歯4本、要するに8本だけつけるとかね、上だけとか下だけとか全然あります。なので何が言いたいかというと、部分矯正は前歯だけを動かす矯正、前歯のこういう重なりだけを直すのであればやれます、基本的に。ですがめちゃくちゃ重なってる、もうスペースが本当にないって方で部分矯正っていうのはなかなかできないですね。これもね見てみなきゃわからないので、お口の状態を一概にあなたは絶対できるできないってすぐ説明できないんですけど、基本的に前歯をちょっと直すだけであれば全然部分矯正でやれます。噛み合わせを私変えたいんですとかね、今ちょっと右噛みしちゃうんですとか、将来的な噛み合わせも考えてやるのであれば絶対全額矯正した方がいいです。見えるとこだけ、もう一つ短期間で、これもポイントです。短い時間で直したいって方も部分矯正向いてますね。短期間で前歯だけ直したい、そういう場合も部分矯正でパッと直せるので、ここも非常にポイントです。見える範囲、段差なくしたいとかね、スキッパの直したい、そういうのであれば部分矯正やれることが多いです。なのでこう適用範囲は意外と広いです。部分矯正で他にもたくさんメリットありまして、費用がやっぱり抑えられます。安い方がいいですよね。それに越したことないですね。安い方がいいんですよ。部分矯正やっぱり装置をつける範囲少ないので、クリニックによっては例えば3本ならいくらとか4本ならいくらとか、エクリニックデンタルでまた、部分矯正だったらもう値段一緒なんですけど、つける本数によって値段が変わるクリニックもあります。なのでそこはホームページを見てねチェックしてみた方がいいんですけど、全額でやる矯正よりかは安く済みます。なので例えば100万円全額だったらかかるのが部分だったら30、40万でやれるとか、だいぶ違いますよね。なので値段だけ見たら部分いいじゃんと思うんですけど、やっぱりデメリットもありまして、噛み合わせが変えれないって先ほど言ったのと、あとは口元の突出感を変えたいとかね、横顔をきれいにしたい、できません。部分矯正は前はちょっと動かすだけなので、口元をこうしっかり下げたいっていう動きはできません。やっぱり口元を下げるためには歯を抜いて、そこのスペース使ってギュッと後ろに下げる、でゴムをかけてしっかり下げなきゃいけないので、全体に装置つけないと動きません。しっかりと噛み合わせも考えて横側もきれいにであれば全額矯正一択です。なので部分矯正で横側ちょっとでも変えたい、少し変わる方もいらっしゃいます。角度がすごい出ててちょっと内に入ることもあるんですけど、しっかり下げる100点満点を目指す矯正するには前側矯正しかないです。見える範囲だけちょっと綺麗に3ヶ月から半年ぐらいで終わる矯正であれば部分矯正はできます。なので一度クリニックに行って拝見していただいて診断してもらうのが一番早いです。自分で私は部分矯正でも決まりだって言ってクリニック行くとあなたはできませんね。そういうのありますよね。そう、Eライン整えたい部分矯正で難しい時あるので、最初からできるつもりで行っちゃうとね、萎えちゃうので自分はどちらなんだろう見てもらおうぐらいのつもりで行くようにしてください。そしてですね、最近よく僕もやる治療が多いんですけど、部分矯正を例えば 3,4 ヶ月してから前歯をラミネートベニヤであったりセラミック矯正をする、ありますよね。これはね、非常にポイントでして、これやれるクリニックがまず少ないです。マウスピース矯正で前歯だけ動かす矯正もちろんできるんですけど、マウスピースの矯正よりも多分針金の部分矯正の方が安いです。明らかに作る技工代って言うんですけど、もともとかかるコストがマウスピースの高いので針金矯正の部分矯正の方が安いことが多いです。で、実際に僕も部分矯正前歯すごく重なりがねある歯をほどいてきれいにして、その後並びきれいになった状態でラミネートベニヤをすることで歯の大きさを整えて白くするっていう治療をよくやります。これはね、ほんとね、矯正もできてセラミックもできる先生じゃないとできないんですよ。なので限られます。なので今よくあるのがマウスピース矯正はやってるけどワイヤーはやってない、なので町の歯医者さんとかセラミック矯正で売ってる、新美歯科、そういうところはワイヤー矯正あんまやってないです。なので矯正の専門医の先生が来て月に1回、なので結構値段も高くなることが多いです。融通もなかなか効かないので、やっぱりワイヤーもできてマウスピース矯正もできて、なおかつラミネートベニヤ、セラミック矯正全部僕はやるので、複合的な治療ができるというのが非常にメリットですね。部分矯正で費用を抑えて並びだけきれいにした後に、もう実際削るセラミック矯正もですね、並びがきれいな方が削る量格段に減るんですよ。なのですごい重なっている場合は歯を抜かなきゃいけないとか神経を取らなきゃいけない、もったいないですよね。なので矯正をすることで歯並びをきれいにした後セラミックできれいにする、このねコンビネーションが非常にねきれいになりますので、歯に優しくなおかつ見た目をきれいに。矯正治療っていうのは歯の形は変えれないんですよ。これがポイントで、矯正してきれいになったのにやっぱ前歯大きいなとか前歯の大きさの段差が大きいな、そういう方は矯正した後にセラミックの治療だってラミネートベニヤ、歯に優しくベニヤ治療する、非常におすすめですので、興味ある方は是非ねエイクリニックデンタル一度来てみてください。ということで今回は部分矯正についてメリットデメリットお話しました。この動画が良かったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またインスタグラムと LINE アットもやっていますので、概要欄の方からフォローよろしくお願いします。また今回紹介した部分矯正、エイクリニックデンタルでも行っているのでホームページの方にまた載せておきますのでチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。